こちらが仙台カクテルレゲエパーティーです。仙台のカクテルレゲエパーティーなんかしないけど、これとこちらご当地東京ハイボール、東京下町大衆酒場の味、うまいかまずいかは知らんけど、まあこれが東京の味なんや、これが東京のハイボールなんやと思って買ったの。うん、これいい匂いですね。この仙台カクテルレゲエパーティーがピーチウーロン味。ピーチウーロンっていうと何、ウーロンスターのドラゴンボールでくるやつ。よっしゃ、いただきます。みんな乾杯、ありがとう。今日もありがとう、みんなありがとう、来ててくれてありがとう。うわピーチウーロンやですね、餃子買ってきてタレ取っちゃいました。チルド餃子ですね、落葉食品なのかな。これが2つ買いました。これ20粒入ってて150、ほぼ149円です。2つで300円、だから298円っていう、この安い。これ今から焼いていく、焼いていく。一発で胡椒入れます。出へんやん、これ胡椒でね。この餃子をで、お飲み物はこちら、じゃじゃん、東京ハイボール、東京下町大衆酒場の味。いただきます。あ、美味しい。じゃあ、しそ梅の味がしちゃうわ。この餃子をね、パクリと、あ、美味しい。うん、ね、めっちゃ美味しい。言わんけください。うん、上からこしょうしますね。上からこしょう、まくついてると思う。もうこの餃子の食べ方っていうのはな、こうやって食べるんや。一つ二つじゃない、こう、うん、こう食べる。うん、こう食べる。あさめさん、こんばんは。餃子美味しそう。みんなこちらの、ああ東京で飲んだ下町酒場の味がするわ。なんて美味しいんや。大張りすぎて可愛いって。うん、これがだよ、ワンパックボーイ。スーパータップとごつ盛り買ってきたんですよ。どちらも豚骨で、どっちの豚骨が美味しいか今から発表していこうかなと思います。俺こっちの方が好き、こっちの方がうまいわ。言わんけ、今すぐくれたらうまいって言うて。そうですね、こう豚骨が、めっちゃ熱いよ。汗かいちゃう。スーパーカップの 1.5 倍の広告丼。いただきます。
怖かった。お好みもありますけど、納豆入れてほしい。でも臭い、ちょっと臭みが、この臭みっていうか、嫌いな人は嫌いだから、だったらあのこっちの方が美味しいかもしれない。こっちの方が美味しいかもしれない。こっちの方があっさりして、こっちちょっと臭い。あえて聞いてるんでしょ、好きな人とか。そうですね、圧倒的にこっちの方が好き。何してんやろ。宇宙に帰りたいエイリアン。コクツラーメンはさ、ご飯入れたくなるから。いや、ほんまそう。もうちょっと食べたけど食べるよ、ビリアン。あとでこっちの方がおいしい。どこっちの方が好き。値段ってスーパーカップの方がちょっと高いですよね。めっちゃ高いやつ。あ、そうですか。ラムで同じぐらいやつ。120円くらいだと税込みよくなんですけど、うん、そんなもんやったら気にします。あー、でもおつもりの食べやすいのは食べやすいですね。そういう意味では万人受けなのかな。これぐらいでいいの。これぐらいチームのやつが好きやねんって人いますよ。チープって言い方ってあれやけど、こういうのが好きな人いますよ。いや、購買層が違うな。同じ商品でも違うなってイメージがあります。方向性がちゃうな。あっつスープだけでも。やりましょう。石で死ぬ。死ぬわ。俺は死んでしまう。まあ男の飲み物ってスーパードライやろ。辛口カーブが生み出す躍動感あるのさ。飲んだ瞬間の飲み応え、瞬時に感じる綺麗の良さ。ちょっと言ってみますね。ちょっと書いた。よっしゃ。なんやこの残しは。飲み応えが半端ないで、瞬時に感じるキレが半端ない、躍動感のあるうまさやん。That's right, it's super dry.
走る。